プレッツェルプレッツェルは、ドイツ発祥の焼き菓子パン。独特な結び目の形に作られている。小麦粉とイーストを原料とし、焼く前に数秒間水酸化ナトリウム水溶液に漬ける。焼ける間に、空気中の二酸化炭素と反応して、炭酸ナトリウムと水に変化し、表面が特徴的な茶色になる。稀に、 炭酸水素ナトリウム水溶液にくぐらせることもある。ドイツ語圏では、アルカリ溶液を意味する、ラウガを付け加えて、ロカンブレゼルラウゲンブレッツェルとも呼ばれる。焼き上がりに、粒状の塩がまぶされるのが通例である。プレッツェルには柔らかく焼き上げた大きい種類と、固く焼いた小さい種類がある。パンのように柔らかく焼き上げたプレッツェルは、焼きたてを食べる。ただ、 長期保存には向いていない。スナック菓子のように固く焼き締めた小さいプレッツェルは保存性がある。プレッツェルはドイツの伝統的なスナックである。ドイツではプレッツェルを売る人がビールを飲む場所を回ってビールを飲んでいる客に販売する伝統がある。また、オクトーバーフェストに代表されるビール絡みのイベントでは定番のつまみの一つとなっている。 北米ではスナック菓子タイプのプレッツェルとパンタイプのプレッツェルの両方が普及しており、どちらも同じブレッツェルの名称が使われている。プレッツェルはビールを飲む時のおつまみやスポーツ観戦時のスナックとして食べられている。アメリカのプレッツェル市場は1億8000万ドルを超える巨大な産業である。語源はラテン語。 ブラーキテッルムブラッキテラムに由来し、その語根はブラケウム、腕である。腕組みをしたような形を示している。ここをドイツ語ブレジテラを経て、現代の処方ことにつながっている。プレッツェルの起源は、はっきりわかっていない。一般的な説では、プレッツェルは、ブレーツェルブレーツェル、あるいはブレーツェブレゼと呼ばれている南ドイツの焼き菓子が、広まったものとしている。それ以外にも、 ドイツとの国境に近いフランスワルザスの料理であると、する説もある。最初に作られたのは中世ヨーロッパ時代とする説も、あれば、ローマ帝国時代だとする説、他にも古代ケルト人の歌詞であったとする説もある。プレッツェルの独特の形についても色々な説がある。窃盗の罪を犯したパン職人が、一つのパンから太陽を一つの角度から三度見ることが、できれば、 牢獄に入らなくても良いと領主に言われ、生地をプレッツェルの形にねじり上げて焼き上げたという伝承がある。プレッツェルの形は祈りを捧げている、修道士をかたどったものだとする伝承がある。また別の伝承によるとこの三つの穴は、キリスト教の三位一体を象徴しているとする。プレッツェルはパン屋のシンボルとして、よく店の看板やマークに使用されることがある。 かつて、ドイツでは三つの輪をつなげた看板が、パン屋の看板として使われていたが、プレッツェルの形が看板として使われたのか、プレッツェルが看板の形に作られたのかはっきりしない。しかし、いずれの伝承も後付けされたものであるようで、答えはわからない。2002年1月、アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領が、NFL のゲームをテレビ観戦中。 硬いプレッツェルを喉に詰まらせた。この時、アメリカの風刺漫画家はこぞって、新手のテロかなどと描きたて、新聞各紙に大量に掲載された。当時イラク派兵に関して、アメリカと反目していた、フランスの市民から、皮肉とエスプリを込めて、ブッシュにプレッツェルが贈られた。フランスではブッシュが食べた、スナックタイプのプレッツェルが、 一般的ではないためアメリカのプレッツェルを知らなかったフランス人はドイツの伝統的なプレッツェルを郵送したそうであるアメリカとカナダではスーパーマーケットなどで手軽に買えて日持ちのするスナックタイプのプレッツェルが一般的であるスナックタイプのプレッツェルは伝統的なプレッツェルの形状だけでなく棒状のプレッツェルスティックスも販売されている ただし、棒状のプレッツェルスティックスの発祥地もドイツである。ベーグルのような生地を用いて特に柔らかく焼かれたソフトプレッツェルはアメリカでもパン屋などでしばしば販売されている。マスタードをつけて食べたり一般的な塩味ではなく甘く味付けして売られたりする。特に中世以来ポーランドーヤン一世の直霊に。 のっとった製法を守りことクラクフの旧市街とその周辺の決められた地域でのみ製造が許可され、同地域内に出店する公認屋台だけで販売が許可される。ソフトプレッツェルはベーグルの元になった食べ物と推定されており、これはオブバジャーネックと呼ばれる。ヨーロッパ連合の法律によって2010年10月30日より、 このプレッツェルだけがこのオブバジャーネックの名称の使用を許されている。この食べ物はプレッツェルとベーグルの両方に共通する特徴があり、英語ではポーランドのプレッツェルとして紹介されることもあればポーランドのベーグルとして紹介されることもある。北部では柔らかいプレッツェルをサンドイッチに使うことがある。ペレツ・ペレックと呼ばれる。これではスラブ語で 故障を意味するごと同じになってしまう日本ではグリコのプリッツを代表とするスティックタイプのプレッツェルが製造されており広く親しまれているまたアメリカ製のハードタイプのプレッツェルも販売されており輸入食料品店などで入手することができる無印良品などもスナックタイプを販売しているありがとうございます